豆が入ってるんだよ、確かに正月だから豆になるんだよ。あっ、そういうこと。あれでも本当にいいらしいですね。ね、あのね、オーブンブレスだって。なんかダイエット効果もある。一時期してあれ。よし。よろしく。よろしく。はあ。やらないとライブマウスじゃない。行きます。俺たち今回いろいろツアーであったけど、またこうやって会えて嬉しいです。指導でよかったなと思いました。俺の中ではもうお前らは2回来てくれた大切なファンのみんななんで、2回分の今日ライブして帰ろうと思ってます。若い頃のその前に出過ぎる気持ちの写真ってすごいなかった。あの出しゃばった感じでしょ。そう、我前へ。俺かっこいいだろ、一番照明が当たるからね、一番綺麗に映りたい。後ろだとね、若干照明がね、この状態ちょっと俺が暗くなるみたいなね、そう感じになる。それでもさ、そのかっこよさを出してくるじゃない。そうよ、あの顔だけは前に。あれ全部持っていくの待ってさ、本当に待ってる。本当によ。ごめんだけど若干その仕草が古いんだわ。明けましておめでとうございます。ライブ始めと、ということでライブ始めはツアークランドファイナルというちょっと珍しい組み合わせですけど、今日も一日頑張ります。よろしく。よろしければカプセルお願いいたします。紹介します。シドです。どうなの調子は。あ、すいません。ご迷惑を本当におかけしまして。申し訳ありませんでした。2020の一番最初に皆さんと会えるということで、とてもドキドキしてました。シドという船は沈んでもすぐ浮いてくるし、たまにもう飛んじゃったりするんで。皆さん今後とも応援よろしくお願いします。散ってやりますか。散っちゃダメです。あれ散っちゃダメか。今年からね、ちょうどこうそういうこの間会議で決まったんですけど、あのダンスバンドの方にこう転換するとギタリストってやっぱ手使えないじゃない。本当に手入れたいじゃない。ずっと手入れたいじゃない。見て、ちょっとみんなやって、せーの。だけど普通こう照れるじゃん。めっちゃやってたね。でも大概こういうなんかまあ独特というかちょっと変わったちょっと古いドリンク君が使う。俺か。俺だって。まあ今日もあの楽屋で本番前に20分ほど2人でこう練習してベースよりそっちの方が練習してね。もうこれなんかベースはもうだって弾けるから。まあ、ほんともうこんなもんついでですよ。これ見てみ。承認欲求が終わりました。2020年はみんなのおかげでいい予感しかしません。私も突っ走るぜ。ついてこられるかい。
ここで承認欲求のファイナル、そして新年一発目のライブやれて本当に幸せです。ありがとう。本当にいいツアーだった。承認欲求ツアー中中承認欲求ツアー中にね、いろんな成長をねできたと思います。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。このツアー中に実は僕大好きなおばあちゃんとのお別れがありました。ツアー中だったんで会いには行けませんでした。最後けどおばあちゃんはきっとその会いに行けなかった俺、頑張ってる俺、どっか地方で東京で頑張ってる俺をきっと見ててくれたし、いろんな波はあったけど今日こうやって最高のライブをプレゼントしてくれた、最高の手っていう曲をプレゼントしてくれたのかなっていう、その気持ちで今日は歌ってました。このチームとこのメンバーとこのファンのみんなだったら一緒に俺は今後も乗り越えていける気がしています。ツアーを回ってよかったです。どうもありがとう。楽しかった。歌が伝わってくるから楽しい。やばい。動きとか一緒に向かっていこう。あ、でも特殊。マジでした。風邪ひいて辛い時とか今回すごいあったんだけど、うん、九州のとか打ち上げ行ってないからね。そうそう、なんかみんな楽しそうにさ、カラオケとか行ってたじゃない。付き合い悪いやつみたいな感じで全然いねえじゃんこいつみたいな。いいテンション感でなんかこのツアーは行けることが多かった気がするな。はい、一番長かったツアーの印象のような9月から終わったのが一番ちょっとよく各地は皆さんチケットをね、そこに求めていろんなライブに来てくれた。10月5日のちょうど3ヶ月前だった。3ヶ月間ちょっと待たしちゃったからね。その間に他のところでいろいろアレベルアップして違う優雅で仙台に戻ってくることがあって、まあ、人生いろいろあるからね、うん、それがツアー中にこういうことが起こってショックがでかかってない。でもまあ最後までやれたし楽しかった。ありがとうございます。また仙台行きます。頑張ります。飛び出すところ詰める君の目は確かに罪を描き主婦千秋楽。